続いて間食にもなる人参入りホットケーキの作り方です。使用する材料はすりおろした人参、卵、砂糖、牛乳、薄力粉、ベーキングパウダー、油です。ボウルに油以外の材料をすべて入れて泡立て器などで混ぜます。フライパンに油を熱し、生地をすべて流し入れて弱火で両面を焼きます。食べやすい大きさに切り分けます。スティック状に切ることで手づかみ食べがしやすくなります。人参入りホットケーキの出来上がりです。牛乳を豆乳や育児用ミルクに変えても美味しくいただけます。